春の壁面飾りの仕上げは、背景の上にお花紙の飾りを貼っていきます。ここにお花紙で菜の花畑を作ります。菜の花の作り方がありますので、どうぞご覧ください。葉っぱを下の方に貼っていきます。液体の湯スーッとつけて、葉っぱ全体じゃなくてこの葉脈の部分だけを貼り付けてください。葉っぱが貼れたら次は花を貼っていきます。花は置いたら真ん中の部分をちょんと水のりで押さえます。花は全部同じ高さにするのではなく、少し高い低いをつけましょう。これで菜の花畑の完成です。木の枝にはお花紙とラッピングモールで作った八重桜を咲かせます。八重桜の作り方もありますのでご覧ください。まずどんな風に置くか配置を考えていきます。白抜きになっている桜の花とバランスを考えながら置いていきます。八重桜は一箇所からいくつもの花が出ているので、お花紙の桜も塊を作って置いていくといいでしょう。位置が決まったら水のりで貼っていきます。お花紙はとても軽いので、水のりで貼れば落ちることはありません。背景の台紙を繰り返し使う場合は、画鋲を使って貼るといいでしょう。落ちないか確かめましょう。ここに用意しておいた文字を貼って出来上がりです。